さあ上がってきますかね、上がってきますかね、前半スローオフ、北陸電力ボールでスローオフ、あ、大谷左に久保、打ってきた、まずは1本目、その林亮がのオープニングショットなってると良かったんですけどね。なるほど、はい、ここは飛ばして空いてくる、与田斗真から上がりへ待機、ホットライン感じですかね、まずね、そうですね、まあ、前回は高いディフェンスを引いてたところもあるので、はいはい、さあそして持ち上がる高森だ、仕事人決めた、上がる左手、藤坂から林、大谷が今度は上体を倒しながら大谷幸也のシュート、そうですよね、はい、47歳、はい、そしてあとこれはゴールだ、中川智樹、一つフェイント、高々と左手を上げました中ほど回答、大谷、林、藤坂のシュート決まった、今日3点目、2桁に乗ります、球の体調が明けてゴールキーパー戻ってくる、ナイスキーピング、長いパスが久保に通る、あー、しかしこちらもナイスキー、一人いない、力攻撃継続、大谷から、あと林には合わない、2連チャンですよね、そして縦パス1本、石川連続得点、琉球コラソ、久保についている日が、藤坂抜けてきた、これが決まって得点です、藤坂智樹の得点、与田斗真パッシブの動く手が上がる、ブラインドシュート、うなりを上げて佐藤颯太ではなく右の高森へ持ち替えたな、顔なんと大丈夫です、ゴールキーパーは衣笠、顔をアピールしていましたが、その間にも得点だ、中ほど回答、14対13、ここも琉球は高いディフェンス敷いてくるが、大谷から高森、ゴールキーパーをよく見て打ち抜いた、高森翔太得点、24番の与田斗真、与田斗真は今日まだ前半得点がありません、さあ後半の30分がスタート、事なきを得ています、上がりへのシュート決めた、上がりへ待機、林飛ばして高森、高森のシュートだ、手が上がると4本、パス4本の間にシュートまで完結しなければなりませんが、石川出るのシュートだ、石川出るのシュート、同じコースですよね、4連続得点、はい、大谷から山城、前田、うまくポジションを入れ替えながら山城翔、1分半折り返しに差し掛かろうというところ、佐藤颯太ピボットに通って中川智樹だ、広いね、広いね、バックパス、大谷から滞空時間の長いシュート、左ウイング久保弘樹、辻坂、山城に戻して高森、スカイプレー、左の久保へのスカイプレー、今シーズンから変わったところですよね、はい、さあ上がりへ、上がりへのシュート、なんでそんな慌てていったんだろう、後半だけで4点目、通算今日6点、前田陸のシュート決まった、10分ありません、大谷のシュート、クロスバー落ちた、取って、あー、これナイスキーだ、シュージー君の7メートルスローを成功、いずれもバリエーションの違うシュート、ここもここはフェイントなし、林亮が出てくる、高森自ら行く、わ、狭いところでしたが打ち抜いた、高森翔太、両チーム対戦では北陸電力が勝利、あ、来た、中ほどのシュート、ナイスキーピング、ゴールキーパー山崎、大きくおたきびを上げました、さあそしてこのナイスキーピングに応えることができるのか、こちらもナイスキーピング、シュージー君出てくるのか、石川、これ倒れなかったのでね、はい、右から左だ、東信号得点、林から大谷、いや、ここは流れているが、あと、ここのパスがターンオーバーになる、そして、キバ、ワンパスから峯岸だ、連続得点、大きな大きな2点が入って、時計が進む、
ここで試合終了。30対26、琉球コラソンがこの試合勝利しました。9位10位の対戦、勝ち点6同士の対戦でしたが、勝ったのは白のユニフォーム琉球コラソン。